失策する、選手失策とは、野球やクリケットなどにおいて、守備を行っている野手、投手が、ミスにより、打者の打撃の時間を伸ばしたり、アウトにする、はずの打者、走者をアウトにできなかったり、余分な進塁を許したりすること、またその回数を示す記録を言う。エラーとも呼ぶ。冒頭、こいつ、野手選択は、失策に含まれない。 おのののプレーの結果が失策であるかどうかは公式記録員の判断によるため失策数の高のみを基準にして守備のうまさを測ることはできない。広い守備範囲を持ち多くの打球に対して積極的に補給を試みる選手はたとえ守備の技術に優れていたとしても失策が増える可能性があるし逆に守備の技術が劣っていても際どい打球を積極的に追わない。 守備範囲の狭い選手は失策数が増えない可能性もある。日本の高校野球では両軍が全く失策を記録しなかった無失策試合も記録として残される。野手の失策によりアウトを免れた走者が得点した場合、投手に失点を記録するが、自責点は記録しない。また、アウトの機会が3に達している状況言い換えると無失策の守備ならば、 すでに守備側チームが3つのアウトを取れていたという状況において発生した得点についても、投手に失点のみを記録して、自責点を記録しない。イニングの途中で投手が交代した時は、公認投手については、上記、アウトの機会は、実際のアウトの数からの数え直しとなる。したがって、失点がチームの自責点にはならないが公認投手の、 自責点にはなるという例も発生しうるため、チームの自責点と、チームの投手全員の自責点の合計とが異なる値になる場合もある。詳細は、当外行を参照のこと。ありがとうございます。